木塚忠介は、佐賀県唐津市出身のプロ野球選手。宇と右内。ち。1948年に南海に入団すると、長らく不動の一番、遊撃手を務め、ベストナイン遊撃手を7回獲得した、昭和20年代を代表する遊撃手。強権、俊足で馬鹿方、伊田県の名を欲しいままにした。通算登塁数479個は、歴代4位。 唐津中学出身。野球を始めたのは3年からと遅かったが、5年時には、佐賀県大会で1試合16奪三振を記録する高投手となり、職業野球からも誘いを受けた。しかし警察官の父親の勧めで、鉄道省文字鉄道局に進む。門鉄では三塁手を務め、俊足、強健、兄弟の三拍子揃った活躍を見せた。 職場にあったインクでバットを赤く染めていたことから、門鉄の赤鬼の異名を取った。ライバルの八幡製鉄との試合は常に荒れ模様となり、気づかのラフプレーを引き金に乱闘騒ぎとなり、警察官が出動する騒ぎになったこともあったという。1948年に、プロの各球団の間で争奪戦の末南海ホークスに入団。1年目から7番。 遊劇手としてレギュラーに定着、規定打席にも達する。同年から6年連続でベストナインに選出された。2年目の1949年には打率303と打撃が開花また同年から4年連続で盗塁王を獲得。この4年間で246盗塁、成功率は855の高さだった。 翌1950年には二番打者に定着し打率。301、1951年にも打率。319と3割を3回記録。一類種、飯田徳次、二類種、山本、三類種、影山和らと100万ドルの内野陣を形成した。1949年9月29日の大量戦第一試合で1試合6失策を記録した。 直後の第2試合で、阪神の本堂安二が二類種として1イニング4、失策を記録したことから、グラウンドの整備不良が主な原因と考えられる。ただ失策は多く1948年、1949年、1951年に、リーグ最多失策を記録した。1950年6月5日の西鉄戦では7回に1イニング、3盗塁を記録している。 この年はシーズン78盗塁を記録。当時のプロ野球記録でありまだ記録を伸ばすこともできたが、東急フライヤーズ代表のサルマル元がチームのためではなく自分のために走っていると語っているのを聞き、それ以上盗塁をするのがバカバカしくなり残り試合で一度も盗塁をしなかった。1951年も55盗塁を記録して盗塁王を獲得。 巨人との日本シリーズでは、前後試合に先発出場するが19打数4安打、ダー。翌1952年も、ト塁王を獲得シリーズ優勝も果たすがの巨人との、日本シリーズはわずか1安打に終わりあまり活躍の場は、なかった。1953年の巨人との3度目の、日本シリーズも18打数3安打と不調であったが、最終第7戦では6回表に、別所武彦から、 一時は勝ち越しとなる本類だを、放ち意地を見せた。気づかにとって、最後となる1955年の巨人との、日本シリーズも27打数にあ安打と進化を、発揮できず、チームも、巨人との日本シリーズ4連敗を喫する。1956年、プロ入り9年目の同年シーズンオフ、A 級10年選手制度が適用される前年に、金銭トレードで、金鉄パールスに移籍。 当時は10年間度を1球団に在籍した選手に対してボーナスの受給を受け取るか所属球団から移籍できることを選ぶ権利が与えられる10年選手制度があった。在籍して実働10年の選手にはボーナスを払わなければならないという規定は出費がかさんでしまうことから難解のような貧乏球団にとっては悩みの種でありしばしば主力選手の放出がなされた。 南海の主力選手であった、キズカもこれにあたり、球団は打線の大型化を図る構想をするとともに、キズカをトレードに出した。チームの4番打者であった、イーダも同年にこの制度のために、南海球団からボーナスの支払いを渋られ、国鉄へ移籍している。1957年は、遊撃手のレギュラーとして起用されるが打撃は低迷。1958年は、 鈴木武志らに定位置を譲る試合が多くなり、1959年限りで現役を引退。通算479盗塁は当時のプロ野球記録で、1970年に後輩の広瀬義則が破るまで11年間保持した。引退後は近鉄一軍コーチ、東京一軍コーチを務めた。東京対談後は大阪でレストランの経営をしていた。 1987年12月16日死去。去年63。歴代屈指の名誉劇手とも呼ばれ、その狂犬ぶりは、馬鹿方と呼ばれ、伊達伝とも称された俊足と、相まって人気が高かった。その守備は堅実というより華麗。守備範囲が広い上に早急への流れの中で補給し、矢のような球を投げた。吉田義雄は、気づかのプレーを見て学び、 機敏で肩が強くて、ダイナミックで一番の手本でしたと語っている。野村克也は歌版に出演した際、自身が選ぶ日本野球史上最強メンバーで遊撃手に気づかを選んでいた。野村は今まで見てきたショートの中で右に出る者はいないと語っている。盗塁、走塁に関してはフリーパスであったという。三塁種の定位置で守っていた。 山本和人の股間を抜けた打球を驚くべきスピードで、追いつきそのままの姿勢で一塁に遠投して刺した、など、伝説的な逸話を残す。巨人軍の引き抜きの誘いを、俺は金では動かないと断った選手として有名で、九州男児の心意気を通した選手であった。また、メジャーリーグから誘いを受けた、日本人選手第一号でもある。 晩年、子供たちに指導する機会があった際、グラブから指を出していた子供に、坊や、指出したら、あかんと注意したところ、そやかて、腹もしのかも出してるやん、と言われて困惑したという。しかし気づかは、今の選手、てえ、痛いよって指出すのやろ。痛いんやったら、野球、やめなはれと語ったという。ありがとうございます。